よいしょ。はい、いつもありがとうございます。本日2回目のサッカーのノワールです。 BGB561 ですね。今日1回目は、ネイマールでした。継続中ですね。何が継続中かというと、レバンドフィニエスター回避が継続中です。はい、以上です。はい、じゃあお客様のハンドルネームを使用して、抽選いたします。1と1の2は振り直しですね。はい、じゃあ行きます。よろしくお願いします。ほい、お、ゾロ目、11のゾロ目が来ちゃいました。なので振り直しです。ピンゾロです。はい、お、回ってる。はい、6と5で11ですね。よいしょ、11回抽選です。はい、じゃあ、11回抽選いきます。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10で、次11回目です。ポチ。はい、11回目になっております。はい、ドラフト1位は1回目に続いてまたセッキーさん。まあ、いくつ行ったんでしたっけ。3口ですね。おめでとうございます。ドラフト1位セッキーさんです。よいしょ。今回複数口行った方が多いですね。561です。はい、ドラフト1位セッキーさんです。おめでとうございます。ドラフト2位バナナさん。ドラフト3位と4位が GP さん。ドラフト5位セッキーさん。ドラフト6位新井さん。ドラフト7位 GP さん。ドラフト8位 YMM さん。ドラフト9位セッキーさん。ドラフト10位バナナさん。ドラフト11位 K331 さんですね。はい、じゃあ開けていきます。はい、ノアール3箱ケースです。さあ、三河足の服がどこまで通用するか。どうでしょうね。何回ぐらいまでいきますかね。え、これで終わっちゃうとか言わないでください。よいしょ。さあ、どうでしょうね。まあ、月曜日やった時は、メッシだったんで、メッシ、ネイマールっていう感じですね、今週ね。はい、ワンケースサインが11枚、直筆サインカードが11枚出る、予定の商品です。12枚出た場合は最下位の方が、残り物となります。サインが2枚になるってことですね。12枚出た場合は、まあ、めったにないですけど、なくはないので。よいしょ。はい、で、開けていく順番は右から左に向かって、熱いパック、薄いパック、熱いパック、薄いパック、熱いパック、薄いパックです。よいしょ。ちょっとね、ちゃんとカードの位置を確かめてから切らないと危ないんで。よいしょ。よいしょ。はい、じゃあ、薄いのと厚いの開けていく順番はこちらです。で、サインカードのみのドラフトで、ベースカードとジャージカードに関しては出た順で分けていきます。ドラフト1位から11位に向かって、で、また11位から1位に向かって戻るスネーク形式です。じゃあお願いします。こっちですね。はい、上、オートかな。お、サインが下だぞ。21の35、誰だろう、これは。お、ネイマールパート2。
すごいな、回避率がやばいですね、これ本当に。はい、ピロリってかわしました。イニエスタとレバンド22と35、まあプロダクト的にという意味ですよね。すごい選手ですからはい、22の35、ネイマールのオートジャージです。はい、ネイマールすごいですね、今日2連チャンネイマールで、カシージャス99の99だ。カシージャスです。はい、カシージャスはスペインですね。で、3枚目はデパイ君、32の99、これはオランダ。なんか3枚目オランダの人が多いですね。で、ドラフト1位のセッキーさんがまず1枚目、グエラダドのダブルパッチです。21の25、メキシコですかね。で、2位のバナナさんがロッシ、イタリア。3位がアラバ。で、4位がシュクルテル、25の49、ダブルジャージですね。で、ベースカード3までいったんで4567、まずエジル4 5 5、がパラレルのダーミアン8の10、ジャーナンちょっと分かんないですけどね。はいはい、7位がパトリシオ、12345677ですね。で、8がファビアン43の75、スイス。で、2箱目です。もう1箱目で NMR 出たんで、あとは安心していきます。上、メモラパターン、はい、先ほど8位まで行きましたね。はい、なので、9位のセキーさんからグアラダド、またグアラダド、あれ一番初めグアラダドですねシングルとダブルなっちゃいましたね。フェライニ、おお、次、ちょっと待ってください。12345678910、最下位最下位の K3313、はい、さっきワンケース目の時にちらっと自分言いましたよね、ワンワンのパッチ、はい、アディダスのアディ、すごいなこれベゴビッチだけどいいでしょう。場所がボスニアのキーパーですね。アディのアディですね、すごいすごいね、見ないなーって話したら出ましたね。はい、言ってみるもんですここが11位です。はい、よいしょ。で、ここから3位、カソルラ。で、ラキティッチのバルサです。あ、これもあんまり見ないな。ラキティッチのバルサあんまり見ないですよね。あ、少ないです、やっぱり。16の25。これは少ないですよ。と、一応言っておきます。はい、まあ、知り合いは少ないですけど、あまり見ないです。で、レデンプションがあります。はい、せーの、ほい。イスコ。イスコのオートパッチだ。ノアールカラーのプライムですね。次のカードがノアールカラーなんで、これですね。オートグラフメモラビリアカラーのプライムです。これのパッチバージョンのイスコです。カントリーと、クラブチーム、ユニフォーム、どっちかになってると思いますんで、ちゃんと調べた方がいいかもしれないです。一応、プライムなので、パッチオートです。で、ラストがエジル。52の65。で、また1位から、あ、11位から上に行きます、今度。11がカソルラ。10、スターリン。9がエブラ、21、75。8がケンちゃん、11、19、8。
ですね。で、3箱目。こっちです。あ、見えちゃった。はい、名前が見えちゃいました。デレアリスね。期待の若手のところですね。よいしょ、デレアリです。28-99、イングランド。で、イスコに続いてまたパッチオートはコスタ、10-25。はい。で、ゼコ、53-65。これはボスニアですね。で、アルナートビッチ23-99。オーストリア。はい。で、11-19-8。765ですね。765-7。ラキティッチ。6。ランパード。5。セルヒオ・ラモス。で、4321です。4321。4、イスコ。これ1番ですね。はい。3、エリクセン。18ですね、これは。2、ムスレラですね。34-75。で、1位がネイマールに、また戻ってきました。ネイマールデーですかね、今日ね。どうなんでしょう。という感じですね。はい。で、この後、写真を店長のツイッターのもう一個のアカウントですね、カスタマーズヒッツに掲載しますので、そちらを見ていただいて、明日の夜8時までに店長の Gmail アドレス宛てにメールをよろしくお願いします。はい。で、3回目も埋まってたらやる開催の予定でお願いいたします。じゃあ BGB561 ですね。これで終わります。はい。ありがとうございました。